環境収容力とは、ある環境において、そこに継続的に存在できる生物の最大量。特定の生物群集の密度が飽和に達した時の個体数である。通常は、特定のタクソンに属す生物に限定して、議論、計測される。英語キャリングキャパシティは、積載容量を意味し、そこから生態学用語として、現在の意味で使われるようになった。 環境学用語としては、環境汚染物質の収容力を指し、その環境を損なうことなく、受け入れることのできる人間の活動、または汚染物質の量として用いられる。環境学用語の意味では、環境容量との表記やエコスペースの概念も用いられる。以下、主に生態学用語の環境収容力について述べる。ある環境下で利用できる食物、水、 生息地など必要なものが制限されている中で維持できる特定の生物の群衆の大きさをその生物にとっての環境収容力という。人の群衆については公衆衛生や医療のようなさらに複雑な変数が必要な基盤の一部として考慮されることがある。環境収容力は生物自身と環境に重要な否定的影響がなく支えることができる個体数である。 個体数を平行に保つ要因は制御要因として知られている。環境収容力は生物種によって異なり、また利用できる食物、水供給源、生息地などを含む環境要因の変動によっても変化する。キャリングキャパシティの起源は海運で貨物輸送能力を記述するための用法にあり、最近の研究で米国国務長官による上院への報告書で最初に、 使用されたことが明らかになっている。下記の英語文献は英語版の参考文献であり、日本語化の際には必ずしも参照はしていない。A.B.Sea, Nelson F. The Genesis, History, and Limits of Caring Capacity, and the, of the Association of American Geographers 98, Pianist Shimon, 120から 134. ありがとうございます。